メルセデスベンツ CL クラスメルセデスベンツ C140 メルセデスベンツ C140 はドイツの自動車メーカーダイムラーベンツがメルセデスベンツブランドで展開していた初代 CL クラスである1992年1月のデトロイトモーターショーで SEC として発表された C140 はメルセデスベンツ W140 のクーペバージョンである 1998年9月までの6年間販売され、26,022台が販売された。後継はメルセデスベンツ C215 である。日本では1993年5月に V 型12気筒エンジン搭載の 600SEC が発売された。エンジンやテクノロジーの大部分はメルセデスベンツ W140 と同様である。 1993年6月に名称が変更され、S600 クーペとなったが、名称以外の変更は、トランクリットのエンブレムが変更されただけである。同時に、V 型8気筒エンジン搭載の S500 クーペが追加された。1994年8月にマイナーチェンジモデルの販売を開始、前後、バンパー及びサイドプロテクトパネルが両貫あるデザインに変更され、 フロントウィンカーレンズがアンバーからホワイトに変わり、アルミホイールも半光沢タ,タイプのものに変更された。1996年8月2997年モデルが発表され CL500、CL600 CL と名称を変え、新たに設定された CL クラスに移行され、2つの先進的な技術が導入された。1つは電子制御5足 AT であり、 電子制御により燃料消費量の削減が可能になった。新しいオートマチックトランスミッションは従来より簡潔かつコンパクトで部品点数が40%減少したことにより製造コストも削減された。もう一つはエレクトリックスタイビリティプログラムである。ESP は危険な状況の時に各種センサーの情報に基づきブレーキを制御し回転モーメントを制御して ドライバーをサポートする。外見上の変更として、バンパーが変更され、駐車時に障害物への接近を知らせるパークトロニックが装備された。その他、キセノンヘッドライトや助手席用の SRS サイドやバッグなどが装備された。1998年には、モデル末期のテコ入れとして、CL600 にチェストナットのウッドパネルをオプションに追加した。ありがとうございます。